タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回は劇場版ウルトラマンGドつなぐぜ願いを見てきた感想を言いたいと思います。本日3月10日なんですけど、公開初日なんですけどね、ほんとね、直で見てきた感想なんでね、ザザザッと言っちゃうかもしれないんで、ちょっとね、ネタバレ、今回もネタバレ的な要素は入ってると思うんで、なるべくなら、まだ見てない方はここで動画を止めてもらう方が賢明かもしれませんね。もしくは、ネタバレがいいよって人は見てくださいね。この映画見てきた人はぜひ見てほしいなと思ってます。じゃあ行きましょう。まずね、はい、フュージョンファイトのカード2枚もらいました。ウルトラマンジードウルティメイトファイナルとウルトラマンオーブフォリジンの2体がね揃ってるカードもらいました。はい、で前回の動画、劇場版ウルトラマンオーブの感想動画があるんで、そちらも見ていただけたらなと思うんですが、そちらで触れなかった内容もちょっと入ってきます。まず1つ目、紅ガイが、先輩のウルトラマン X の大空大地に対してタメ口で喋ってました。ですが本来であれば先輩だから敬語で話すはずなんですが、なぜかタメ口で喋ってました。年上だからっていう理由なのかもしれないですね。でこのGの中ではちょっとね、そこはどうなってるのかが、紅ガイはやっぱり先輩なんですよね。先輩だってことでタメ口で喋ります。だから両方、先輩に対してもタメ口だし、後輩に対してもタメ口っていうね、あのオーブは いつの間にかそういうキャラクターになってましたね。変身するときはあんなにウルトラマンさんとかティガさん、光の力をお借りしますとか言ってるのにもかかわらずね、多分大御所の先輩に対してはあの結構敬意を払ってるんでしょうね。感動スペクタクル巨編って感じですね。本当にどういうところがポイントかっていうと、朝倉陸の成長物語的な要素があって、一度ね折れかけた心をねもう一度復活させてくれるのが周りの仲間たちなんですよね。周りの仲間たちが支えてくれて、自分はヒーローとしてダメなんじゃないかなって思ってしまう朝倉陸に対して、いやそんなことない、お前は大丈夫だ、あのまだやれるっていうね感じでね、周りの仲間たちからね応援してもらってね、それでジードは成長して一人前のウルトラマンとしてね戦うことができたんですよ。もう今回面白かったってことをちょっと前面に押し出しておきます。この辺でまだ話したい内容いっぱいありますが、そんな感じですね。はい、本当に面白いんでぜひ見ていただきたい。大人でも子供でも楽しめますからね。はい、ぜひ見ていただきたいなと思ってます。はい、というわけでね、いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思った方はですね、チャンネル登録ぜひしてください。そしてコメント評価お待ちしております。はい、いつもながらそんな感じで終わりたいと思います。はい、というわけで次回また見てくださいね。グッバイ。こんにちは、タケチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タケチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。